正義のヒーローよりもダークヒーローが好き、ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのイエローベリーバットマンというダークな感じのヒーローな感じの子を紹介したいと思います。ちょっと正義すぎるとね、僕には眩しすぎるというか、そんな大通りを歩けるような生き方してきてないんで。ダークナイトって映画めっちゃ好きですね。知ってますか、バットマンの映画はね、あれぐらい分かりやすいのがちょうど良い。さあ、この子はイエローベリーバットマンという種類です。バットマンって実は遺伝子のコンボの別名で、レオパードスポットノーズクラウン、レオパードとスポットノーズとクラウンという遺伝子を全部持ってるボールパイソン、バットマンって言ったりするんですけど、それにさらにイエローベリーっていう遺伝子が入った子ですね。イエローベリー、レオパードスポットノーズクラウン、通称イエローベリーバットマンと。ボールパイソンってね、初めにその遺伝子を見つけた人とか、初めてその組み合わせを考えた人が名前つけていいことになってて、でレオパードとスポットノーズとクラウンを組み合わせたら、なんかめっちゃかっこいいの出てきたって考えたあるアメリカ人がですね、よし、これはもうバットマンにする、バットマンっていう名前にする、なぜなら俺はバットマンが好きだから、みたいな人なんですけど、それ以来世界ではバットマンって言われています。すごいなんかまがまがしいお顔してるでしょ。どう見ても王道ヒーローではない。ルフィとかの顔はしていない、悪者、ダーク感がかっこいいんだな。そこがね、かっこいいんだな。目とこのヘッドスタンプっていう頭の柄と、すごいよね。実はこの子はもうお迎えが決まっていて、九州に行くことになっております。九州でも立派に成長してもらいたいなと思っています。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビのイエローベリーバットマン、イエローベリーレオパードスポットノーズクラウン、ご紹介しました。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は、概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は、公式 LINE からお問い合わせをお持ちしています。国産の自家繁殖ラットの定期発送サービスも行っております。概要欄にあるラット専用公式 LINE からお申し込みください。ただいま期間限定で毎月12名の方に送料だけで10匹のラットがもらえるお試しサービスを行っております。ラット専用公式 LINE からお試しラット希望とご連絡ください。